おはようございます。もうお目覚めになりましたですか？文鎮の面白いラジオ。はい、今日は土曜日でございます、はい。今日は9月の15日というわけでございまして、敬老の日でございますね。はい、敬老の日だからお年寄りを大切にしようというわけではいけませんで、常日頃から、まあ、大事にしていただきたいと思うんでございますけども、ここ、なんか揺れましたか？揺れた、今、まあ、地震や。あ、地震や、地震や。びっくりした。昨日もあったんですよ。あ、私また二日酔いで酔いが残ってるのか、本当に今揺れてますね。すごい。ラジオ機の皆さん、あの大丈夫でございましたですか？もし、まあ一応ね、大丈夫ですか？大丈夫です。いや、ちょっとこうガスの元栓を切ってください。はい、慌てないように、ね、一応ね、慌てないように、はい、私なんか慌ててますが、あ、AM ですね、フレッシュ9時半、木田太郎ですの看板が落ちました。落ちましたね。落ちたことにしとこう。もう落ちたこと、いや、敬老の日やから落ちたんではいけません。やっぱりちゃんとつながっております。びっくりしましたね。いや、今すごかったですよ。はい、お伝えします。今朝7時15分に続いて7時39分ごろ再び地震がありました。各地の震度は震度2の軽震が高山、甲府、名古屋、飯田、大阪、彦根、震度1の微震が輪島、津、長野、京都、舞鶴となっています。先の地震の震源は長野県の西部で、震源の深さはおよそ10キロと推定されています。この地震は昨日起きた長野県西部地震の余震とみられています。